ゆめちゃんです。今からご飯です。ゆめちゃんは多分今ご飯の匂いがするのにないから、ちょっと戸惑ってそうですね。ゆめちゃん。じゃあご飯をあげましょう。はい。ミルクもお食べ、お飲みか。で、この間、ミックスベジタブル食べて、ちょっと体にまだついてるんですけど、なんで、今回から、ミックスベジタブルも乗せています。で、まあ、ゆむちゃんは、なんか何か先に食べるというよりなんか均等に食べてる気がしますね。ゆめちゃん。ごめんゆめちゃん。今のは僕が悪かった。あ、グリーンピース逃げた。でですね、ゆめちゃん、明日、病院に行ってきます。っていうのも、結構、体を隠し草が目立ってるので、もしかしたら、ダニとかついてるんじゃないかなと思うので、ちょっと明日、エキゾチック病院に行ってきます。じゃあ頑張ってね。まあ、病院に行くと、結構、怒りっぽくなって帰ってくるって聞きますけど、まあ仕方ないかなと思います。なので明日、行ってきます。ゆめちゃんめっちゃ食うな、飯。なんか若干毛が薄いような気もするんですけどね、顔とか。どうですかね。まあ、行ってみて何もなければそれが一番いいんですけど、まあ、ペットショップで購入した場合、結構な確率でダニがついていることは多いらしいので、なのでブリーダーさんから、飼った以外は、やっぱり病院に一回見てもらうことをお勧めしますね。ゆめちゃん偉いね。なんか均等に食っていくんですよね。ちょっと食べにくいんかな。ちなみに体中に昨日グリーンピースの泡付けをやってしまって緑色になってます。拭いてあげたいんですけど、威嚇してしまって拭こうとするとそしてまた食う。あ、グリーンピース中身だけ食ってんねんけど、そんな技覚えたのか。皮は美味しくないんですかね。初めてあげた時は人参が一番食いつき良かったのに、今回は人参後回しって感じですけど。ゆめちゃん、あ、そういえばゆめちゃんの体重を測ろうと思ってるので、まあ、次か次の次ぐらいには、測ってみたいなと思ってます。
いいみっちゃん。そしてですね、イムちゃんに寝袋を買ってあげました。っていうのも、ずっとあそこ、ペットシーツと僕の T シャツだけ入れてて、ついに僕の T シャツ掘り出されましたね。で、ペットシーツってあまりにも、ちょっとかわいそうやろうっていうことで、この、寝袋、イムちゃんにしたらめっちゃでかいですけどね。寝袋を買いました。ここまででかいと思ってなかったけど。なんで、まあ、エムちゃんがまた出てきて遊んだら、その隙に忍び込んどこうかなと思います。で、まあ、明日病院行くんで、その帰りに一回きれいに掃除して、まあ、多分ダニついてるんじゃないですかね、柿を見てると。もっと早く連れて行けばよかったですけどね。反省です。ということで、明日、病院へ行ってきます。いいみちゃん。終わりまーす。